はい、どうも。お疲れ様です。おじさんです。仕事開始しようとしてるんですけど、まだちょっと時間あるんで、電子工作しようとしてます。電子工作タイム。これ、ね、これあるんですけど、こっちはね多分壊れてます。なので作ります。認識しないんで。トゥトゥルルルするかチェックしましょう。よいしょ。オッケー、認識する。これね。これオッケーで、要はこっちがダメだったらこれ捨てましょう。もう紛らわしいんで。こうなってて、電源入ってるように見えるけど USB ポートとして認識しないですよ。なんか前ショートさせたんで多分それだと思う原因。認識ないです全く。こっちは入れると、すぐ認識する。 USB ポートね、これゴミ、ダメ。こっちは挿しても電源すら入んない。両方とも壊れてます。ショートさせたみたいだ。 OK、 いいでしょう。これ OK ね。で、これね、これが GPS モジュールです。なんでこれもハンダ付けしましょう。こうなってて、どういうことだ。トゥトゥルトゥ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 。
何を見てるかというと、ここにバッテリーホルダーがついてるんですよ、裏面に。だからこうやってやった時にここが水平じゃない、ちょっと斜めなんですよ。だけどまあ台座になってくれるんで斜めだけど大丈夫かどうかを確認してます。まあこれはブレッドボードでやろうとしてるんで、これに関してはもうこれで止めます。角度付き OK、 角度付きってことにしましょう。毒ガス吸いたくないんで。ということで GPS モジュール、ハンダ付けしました、ね、でいくつか買ったんですよ。でこれはそのこんな感じでアンテナ付きだから楽かなと思って、バッテリーも付いてるし、で違う種類のも買ったんですけど、まあまあまあってことでまあそれはまた今回持ってきてないな。アンテナが外付けっていうバージョンも買ったんですよ。ただ、それだとなんかめんどくさいんで、アンテナをつけるのが別にこの上でまず作ろうとしてるんで、だからこれね、これを用意したって話。 OK、 あとこれだな、あともしかしたら DC コンバーターで 12V で供給するかもしれないんで、これもつくとか一応、まあ、USB でパワーすると思うんですけど、最初は。ただこれあると便利かなみたいな。これで電源モジュールも OK、 まあ使わないと思うけど作っとけば後で役に立つ、そういう意味ね。 OK、 電源モジュールも OK でしょ。あとが基本的にはもうこれでほとんど準備はできてるんですけど、あの OLED スクリーンどこやっちゃったかな、持ってこなかったかな今回。なんか表示させようかなと思ったんですけど、緯度経度、見てます。これはあれね、
これはあれね、オッケー。で、これは赤外線、赤外線受像機、受信機。はい、どうも。ということで、とりあえずこの回路、回路というかその部品の準備ができたんで、これから回路作って、で、プログラム作ろうと思います。とりあえずパート1はここまで。ハンダ付け、パート1ハンダ付けです。終わりました。アップで。で、一応もう一回ご説明すると、これが電源ユニット、12V とかを 5V に変えるやつね。でこれが GPS モジュール。向きはこっちかな。GPS モジュール。で、これはその加速度センサーです。まあ、使わないかもしれないけど、その GPS だけでまずはやると思うんですけど、なんかね、役に立つかなと思って一応準備しました。加速度センサー。これは可変抵抗。前のプロジェクトで使ったやつ。これは使わないです、多分。ただ、ここにたまたまあったんで、残ってます。あと、バザー。これも前のプロジェクトで使おうとした赤外線の IR リシーバーかな、こっちは送信機かな、書いてない、その赤外線、まあ、ていうかリモコンの送受信機のそれ系ね。あと可変抵抗、この可変抵抗でこの7色 LED を程よい明るさにしようかなと思ってます。はい。で、あとはあれがどこ行った？ Arduino が消えたぞ。一番大事な部品が消えた。あれどこ行った？あ、いた。これね。これが一番大事。これはいらない。これが頭脳。これにプログラミングします。で、これとこれをつないで、これとこれとここまでつないで、この3つとこれね、作ろうかなと。こっちは予備。予備。はい。そんな感じです。スピードセンサー作ります。ではおじさんです。どうかテストしてます。
どうもおじさんです、お疲れ様です。はい、ということでできました、プロトタイプこちら。はい、ということでバイクで試すのにちょっとスピードを設定変えて低いスピードで反応するようにして試したんですけど、うまく動きました。ああ実用に耐えますね。まあ正確なスピード出すんだったら本当はコンピューター ECM からスバルでやった時のように ECM から信号を持ってきて、それ解析してスピード読み取るっていうのがまあGPS よりは確かなんですけど、でも GPS でもね多分問題ない。であとはまあ簡単、 ECM から信号を取るとなるとその配線をどこから取るかっていうのとその信号を解析しなきゃなんないんで時間かかるんですよ。だけど GPS だとまあ運転席周りにつけるんでまあほぼ電波は来る、トンネルの中以外は、なんでちょっとこれで様子見てみようと思ってます。はい、そんな感じです。どうも完成プロトタイプ。もしかしたらまあこれはとりあえず運転席につけて、あとはこの LED があんまり夜眩しいと嫌なんでかなり暗くすると思うんですよ。でただ昼間とかにももしかしたら使いたくなるかもしれないんで、まずはこれで様子見て、もしかしたらあのメーターパネルの後ろ側に LED ストリップバーッとか入れて昼間はそっちがついてガーみたいな明るくで、夜になるとちっちゃいのだけで分かるとか、なんかそういう風にしようかなと思ってます。まあその回路自体は別に簡単なんですけど、その光の調整の方が難しい。どっちかといえば運転してる時にその気づくけれども夜は眩しすぎないようにするみたいな、だからまあ昼と夜では見え方が違うように工夫しなきゃなんないと思うんですけど、まあやるかどうか分かんないけど、まずはちょっとこれでプロトタイプでちょっと使用してみて、まあ次のアイデアを練ろうかなと思ってます。はい、そういうことでトラックアイロ USA ちゃんとスピードに注意して走ろうと思ってますスピードに注意して走るっていうね、そういう目的ね。こうやってスピードメーター食ってみると結構疲れるんで、ここら辺にこう光が来てると少し参考になるかなみたいな、ペリフェラルビジョンでこう前道路を見ながらもこうどのぐらいかっていうのが分かる。でなんか赤い色が光ったらふっとスピードメーター見るみたいなね、こう道路見ながら運転してるじゃないですか。でいつもはもうこういう感じ、こうやって運転しててこういう感じなんですよ。3秒に1回3秒に1回スピードメーター見るみたいな、まあ、それはちょっと大げさだけど、でも結構気にしてるんですよ、すごく。でなんか疲れるなと思ってたんですよ、こう目の動きだけど、これからはこうやって運転してるとここら辺にこう前を見ててもここに光ってるグリーン、ブルーは一番安全で、グリーンは燃費がいいレベル、プリウスみたいな感じ黄色がちょっとやばいよみたいな、赤すげえやばいみたいな。で多分運転中は聞こえないと思うんですけど、あのスピーカーもつけたんですよ。スピーカーっていうかバザーピーみたいなまあとりあえずこれもプロトタイプなんで、まずはそのこれでちょっと実際運用してみて、次どういう風にするかを考えようと思ってます。はい、以上です。 GPS による速度警報装置を作りました。ではさようなら。どうも。